どうも、皆さん、お久しぶりです。野良猫です。スローンとマクエルの謎の物語2続きをプレイしていこうと思います。いや、久しぶりですね。何話まで来てたのかもちょっと覚えてないな。今欲しい家具はありますか？皆さん欲しい家具は何かありますかね？私はちなみにそうですね、冷蔵庫かな。冷蔵庫がね、うちすごくちっちゃいんですよ。まあ、なんでかっていうと、昔、一人暮らし本当始めたばっかりの時に、そのままそのアパートに備え付けの冷蔵庫がありまして、すごいちっちゃいです。皆さん知ってますか？真四角の、本当に一番最小限のものしか入らないっていう、真四角の冷蔵庫があるんですけど、それをずっと使ってたんで、その癖が抜けないと言いますか、そんなに大きい冷蔵庫をね、使う習慣がないんですけど、でも最近本当にいろいろ、家でもね、料理を作るようになったので、すごくたくさん冷蔵庫に入れるんですよ。まあ、主に冷凍食品ですけど、全然入らないんですよね。全然入らなくて、冷凍食品ってやっぱり冷凍のゾーンに入れたいじゃないですか。でも、冷凍ゾーンに入りきらないから、普通に冷蔵庫の部分に冷凍食品を入れてるんで、やっぱ衛生的にね、良くないんででっかいのが欲しいなという個人的な希望はありますけども。それは大きいものですか、小さい？大きいものですね。小さいものは意味がないので。小さめの家具なんて使いにくい。いえいえ、立派な需要があるのです。ほうほう、なるほどの。小さめ家具工場。ある工場では通常より 20% 小さい家具を専門に作っている。おお。と言ってもこの家具は子供向けの家具というわけではない。はいはいはい。どういう目的でこんな小さな家具を作っているのだろうか。なぜでしょうね。子供向けというわけではない。20% 小さいというのがちょっとミソだよね。なぜ 20% なのか。この意味は何か、数字には意味があるんですかね。はい。あ、やはりね。大きすぎても、小さすぎても使い物にはなりませんでした。子供向けじゃないってことは、対象が人間なのか動物なのかっていうのもあるよね。他の、例えば、動物園で使うものとか、そういう何用の家具なのか、子供向けではないと。誰向けなのか。対象としては、動物用とか、あり得るね。でもこんなところにある時点でちょっと違うと思うんだけど。いいえ。こんな序盤に出てくる質問でね、そんな答えは明かしませんから。人が使うものでした。あくまでも人は使うけど、なぜそんなに小さい家具を、場所、その家具が置かれている場所に何か、お、ズバリ。はい。場所か。家具は多くの人に見られる、ある部屋だけに置かれていました。ある部屋。ある部屋。汚い。小さな家具。狭い。収納。小さな家具。待てよ。狭い場所でしたか。その部屋は、ある部屋は狭かった。まあ、狭くなきゃね。関係ありません。あ、関係ない。そういうことではない。まあ、でもちょっと、あ、間違えた。だいぶ近づいてきてると思うんだけど、真相には。ある部屋、小さな家具、似合う。小さな家具は似合っていたか。似合う、似合わない。はい。ああ、小さな家具は部屋によく似合うように作られていました。なんかリカちゃんハウスみたいな形でさ、もう本当にちっちゃいね、その人形とかに合う、でも人間を対象にしてるんだよな。
あくまでも人間を対象に。私は小さな家具の方が使いやすいです。そうですね。あなたちっちゃいからね。あなた用かなよっつって。この工場は、工場の場所、関係していますか？関係ありません。関係ありません。ですよね。工場、有名な場所でしたか？関係ありません。関係ありません。ですよね。そうだな。目的なんだよな、一番大事なのは。壊す。鑑賞か撮影かな？撮影、目的は何かの撮影に使うこと。いいえ。あ、違う。まあ、選択肢は減ったね。撮影用ではなく、鑑賞用。見るだけ。なるほど。はい。はい。実際の生活で使われることはほとんどありませんでした。実際の生活では使わない。実際の生活では使わない。実験用ですか？いいえ。あくまでも鑑賞用ではあるってことか。見るだけで終わる。見るだけで終わる、ちょっとちっちゃい家具。それ売られてましたか？売ることですか？はい。ああ、しかし小さな家具を買うのは、ある業種に限られていました。いや、わからないな。まだ、ちょっと、よく。介護？ちょっと小さい椅子。え？教育ってなると学校イコール子供向けみたいなね。そういうことじゃないんだよね。業種。まあ、ちょっと一瞬介護かなとも思ったんですよ。いいえ。まあ、そうだよね。別にちっちゃいとかそういうことじゃないですもんね。医療か。医療。いいえ。違う。ちっちゃい家具を使おうとする。不動産？娯楽。質問。いいえ。不動産なのかな？え、なんだ？不動産？ここまでわからないっていうのも。はい。不動産がモデルルームの運営をしていました。はい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 。はいはい。はい。家具って何なの、まず。この家具って何なの？小さい。まあ、要するに、その、不動産会社の人がモデルルームに使うように、ちっちゃい家具を置いてたってことですか？え、なんで 20% ちっちゃい家具をそこに置くのかが、実物の方がいいんじゃないの？いまいちよくわかんねえな。俺がバカなのか、これは。俺がアンポンタンなだけなのかもしれない。行きましょう。小さめの家具は、展示用ですよね、だから。モデルルームだから。小さめの家具を置くことで、得られた効果は、あ、広く見える。あ、ちょっと広く見えるのかな？その場所が。小さめの家具をよく使っていた不動産会社。はい。正しいようです。あ、そうなんだ。ちょっと広く見える。そうか。え、でもちょっと使いにくいじゃん。なんかモデルルーム。なんか、俺モデルルームの、
なんか展示会とかね、あるじゃないですか、住宅展示場とか。で、行くの結構好きなんですよ。だから割と行くんですけど、座ったりとかしますけどね。その家具とかを、ちょっと、でも気づかないか、20% ぐらいだと。だから別に使いにくいわけじゃなく、純粋に広く見せるために、その工場は住宅のモデルルームに置くための家具を専門に作っていた。小さめの家具を置くことで、部屋を広々と見せようというのがモデルルームの計略なのだ。へぇー。あ、そうなんだ。あ、そうなんだって言うのもあれですけど、モデルルームには本当に小さめの家具があるのでしょうか？あるんじゃないんですか？あるってことなんでしょう？もし機会があれば確認してみてはいかがですか？そうですね。なんか行った時に、なんか探偵張りにさ、あれ？この家具、通常よりも 20% 小さめですよね？とかなんかすごいなんか専門家みたいな感じで言ったらドキッてするかもしれないな。その、気づかれましたか？お気づきになられましたか？案内される方に不審に思われるかもしれませんが。そんなリスクは犯したくないな。では、続いていきましょうか。病院へ入院する際には自力では歩けない場合があります。そうですね。もう怪我しててさ。で、そこに向かうことすらできない。まあそうだね。ありますね。もう動けないわけですから。病気や怪我で運ばれるのですから、それは仕方ありませんね。そうですね。救急車とか呼んだ方がいいんじゃないの？ウォルターの場合は、退院の時も。ウォルター。ウォルターの退院。病院で3日間を過ごしたウォルター。はいはい。病気でも怪我でもないのに。病気でも怪我でもない。退院の時にも運び出された。これは、病気でも怪我でもない。亡くなったパターンなのかな、これは。どうでしょうね。一体なぜ。亡くなったパターンじゃないでしょうかね。病気でも怪我でもない。それはもうすでに亡くなっているからという。運び出されるのは、それはもう、歩けない。歩けなかったから。はい。なるほどね。ウォルターは立ち上がることさえできませんでした。立ち上がることさえ。病気でも怪我でもないっていうのは、病院、3日間の間に、移動するつもりだった。そうだなぁ。手術を受けましたか？いいえ。手術も受けてない。退院の時に、ウォルターは、死亡してた。あ、そうだ。これ、この可能性。いいえ。違う。待てよ、これ、ウォルターまた人間じゃないパターンの、あのパターンじゃないのか、これは。ひょっとして、病院嫌いでしたか？ウォルターは。関係ありません。ウォルターこれ、人間じゃないパターンな気がするな。ウォルターの病気でも怪我でもないんだよな。退院は医師、もう手に負えないからですか？いいえ。そういうことではない。3日間をこうどう過ごしたのか。3日間病院で、ん？満室？ 3 日間で病院は満室になってしまった。3日間、病院にいたのは長かった。そんなことはない。ウォルターと同様の理由の場合、平均的な滞在日数のようです。
これやっぱウォルター、あ、待てよ、ちょっと待て、一個思いついたものがあります。この病院は動物病院とかそういう病院の専門は関係あったか。これまた動物のパターンなんじゃないかな。はい、はい、ウォルターが診察を受けていた診療科目ならではの現象でした。診療科目、これは一体どういうやつでしょうかね。外科、内科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科。産婦人科、ひょっとして産婦人科ってことは、はい、なるほど、ウォルターは産婦人科で入院していました。なるほど、出産か、これは出産で、だ、怪我、病気とか怪我ではないわけだ。そうだね、だから場所は関係ないですね。患者、過保護、過保護、あ、まあそういうことじゃないね、そういうことじゃない、特別過保護ということはないね。これはどういう、ウォルターはおそらく子供ということなんじゃないかと思うんですよね。あ、初めて病院に来たのは初めてだった。いい質問ですよね。何せ生まれたばかりなのだから、ウォルターにとって初めての病院でした。3日間をだから、ウォルターはそうだね、怪我ってわけじゃないんだよな、怪我ってわけじゃないんだよ、病院で、ん？決まり、3日間で退院させるのが病院の決まり、あー決まりなのかもしれ、いや、そういうわけでもないと思うけどね。まあね、状態にもよるしね。患者の健康状態によって入院日数はバラバラです。病院でその3日間を、ちょっと待って、診療科目が、あ、いや違うな、そうですね、退院の時間は関係してないな。ちょっとシークレットワードをね、明かしたいんですけど、医師、気まぐれ。退院ウォルターは、まあ、元気ですよね。元気だったと思いますよ。人一倍、あ、はい。無事に、ウォルターは大きな声を上げながら、元気な姿で退院しました。もうこれが決まった、これは。これ決まって書いておきましょう。まあ、確信を得た。ウォルターは退院するとき、泣いたんじゃないかな。挨拶したら怖いよね。どうも、ありがとうございました。つって、すごい礼儀正しく挨拶したら怖いな、そんな赤ちゃん。ウォルターがいた病院は産婦人科。ウォルターは赤ちゃんですね。ちょっと待って。ハムスター、犬、小学生、老人、ロボット。なるほどね。いろんな可能性があるからな。正しいようです。来た。ズバリ。そうか、これはちょっとわかりやすかったですね。今回のやつは。回答を解説。ウォルターは病院で生まれたばかりの赤ちゃんであった。幸い病気も怪我もなく元気に生まれたウォルターだったが、さすがに一人で退院することは不可能というもの。このように生を受けて間もないウォルターは、愛する家族の腕に抱かれて病院を後にした。なるほどね。そういうことですよね。腕に抱かれて。うん。そうだね。なるほど。うまいこと言いましたね、問題文。病院運び出す、その言葉で救急車を連想された方も多かったのではないでしょうか。何かを思いついた時、それは同時に何かに囚われた時でもあることを忘れてはいけません。これはね、いろんなことに通じますね、これね。